釜石港から直線で約 15km の位置にある釜石鉱山とは岩手県釜石市にある鉄鋼石鉱山。工業建舎は日鉄工業の子会社である釜石鉱山株式会社。北上山地の沿岸部に位置しており、明治時代の開港から現在まで150年余りの歴史を持つ。主要の鉄以外に金、銀、銅、鉛、 アエンなども産出した。この鉱山の存在によって、釜石市には現在でも、日本製鉄東日本製鉄所釜石地区などの企業が数多く立地する。1993年に大規模な鉄鉱石の採掘は終了した。その良質な鉄鉱石は研究などの用途で、現在も年間100トン程度の採掘が行われている。閉山後、 ワイン用のブドウの栽培やカワウオの養殖を試みたが採算には乗らず撤退している。地下350メートルから湧き出る高泉水,水を利用したミネラルウォーターの製造販売を試みたところ、好評を得て千人飛水のネーミングで流通している。地下200メートルの抗体の採掘後に水をため、 地下500メートルの発電施設までの落差320メートルを用いて発電する地下水力発電所も設けれている。その他にも、公道の観光や広大な地下空道では、地質調査、地震計設置などの学術研究支援や空道を利用したコンサートホールなどの利用がある。地質は、石炭系、二乗系、超塩基性、塩基性、酸性の比。 なるい悪いからなる。ありがとうございます。